がね、徳富ろ過記念館です。まあ、おととぎすかな。すごいですね、こういった駐車場がすぐに満杯ですね。まあ、満車っていうのかな。ここも満車。右側、まあ、今はねもう10時30分になろうとしています。でも今回はねやっぱりカジカ橋がね、あ、カジカ橋駐車場があまり置ける台数がないということで、まあ、朝のね8時半に出て正解でした。まああれからね、まあ、10分20分、まあ、遅れればね、まあ、ちょっと置けなかったかなっていう気がしますね。続々と、まあ、伊香保温泉泊まってね帰るお客さんとか、まあ、春名湖へ行くお客さんとか、まあ、もみじ狩りかじかわし行くお客さんとか、まあそんな感じなんでしょうか。伊香保温泉の風景も見てもらうということで、まあ、信号で止まってもいちいち止めませんよ。すごい大型バスで来るよね。まあ、伊香保温泉来るとね、まあ、オートマチックの車で良かったなって、まあ、坂道がね多いんでね。うん、まあお土産にねお饅頭でしょうか。あ、ここも右に曲がりますね。あ、お、黄金の家じゃないぞ。あ、ここにいんだ。あぶねえ。あれ？違った？なんか違ったような気がするんですけど、合ってますか？来るときこんな道でしたっけ。あ、違った違った、この道ではない。また間違ってしまいました。こういったときってさ、 U ターンできる場所っていうのが安全にね、まあ、ないんだよね。まあ、谷底を落っこちるのも嫌だなって。ちょっと先だけど、まあ、ちょっと伊香保ガスまずいね。
やっとんじゃいよっ。危ないからね。ほらね、後ろから来るでしょ。短期記憶がね、まあ、ちょっと、まあ、怪しくなってくるとね、まあ道間違えちゃうんですよね。まあ、来た時とね、まあ、帰る時、まあ、それを何て言うかな、照合しながら曲がるから、まあ、その照合ができないんですね。まあ、短期記憶がね。はい、この案内標識、ここで曲がらなくてはいけません。まあ、全然違うじゃないですか、これ。水沢観世音って出てるんだから。何やってんでしょうね。ね、海馬の神経突起が、まあ、ストレスホルモンで壊死しちゃったのかな。今の感じだと梶川橋周辺のもみじ狩りは、まあ、11月の中旬ぐらいまで行けそうですね。うん、ちょっと明るい方向へ、まあ、向かってるからうまく映ってないかもね。やっぱり赤いもみじ、まあ、黄色い、まあ、イチョウなのかな。まあ、イチョウ以外にもね、黄色く紅葉する、まあ、紅葉っていう言葉はいいんですかね。側はね、渋川市街になるのかな。でも今日はちょっと霞がかかってますね。スカイランドパーク、そんなパークがあるんだね。Thank you.
カントリークラブ。ハーフプレイ3000円。安っ。観音も駐車場がいっぱいですね。この車大丈夫ですか？山本屋さん、うどん。でもだいぶね、もう11月の初旬、まあ中旬になろうとしていますけど、まあね、風が冷たくなってきていますね。まあ標高が高いんでね、どうしても風が冷たいんですね。水沢うどん街、まあここはいつも通ってますね。谷屋さん、大沢屋さん、松島さん、丹治亭さん、大沢屋さん第二、山源さん、水沢亭さん、水公園さん、寿屋さん、岩戸屋さん、万葉亭、湯の花まんじゅう、すごい森林地帯。健康だね。歩けるかい。すごいな。まあとてもじゃないけど歩けないな。なんかこの街道はユニークなものが揃ってますよね。中にはね、こうやって、まあ、廃業されてしまうお店もあります。110秒。さすがに、ちょっと切っときますね。はい、それじゃあカウントダウン始めますよ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、GO!
ちらね、ふるさとさ、おっきり込み、ぐんまちゃんも大好き。まあ、もう暖房いらないかもしれない。ちょっと車博物館ですね。すごいなあ。まあ団体さんはいいよね。13期、どうだ、もうね、下りなんでね、まあ、ブレーキ踏まないとね、まあ、スピードは出ちゃうんですね。上の腹、まあ、今回はね、まあ、いつもの、まあ、ファーマーズ、まあ、JA ファーマーズが、まあ、最終目的地にしましょうかね。いい感じだよね。まあ、昔はね、まあ、伊香保温泉ね、なんていうか、まあ、新陳電車っていうかな、まあ、路面電車みたいなのが走ってたそうですよ。なかなか、まあ、車、モータリゼーションでね、まあ、そういったものがなくなってしまって。やはりね、資本主義社会は、まあ、資本がね、まあ、自己増殖しやすいように、まあそういった、なんていうかな、自然淘汰みたいじゃないけど、効率のいいものが残りますからね。ここから高速バスが出るんだ。すごいとこまで行くね。京都、奈良だって。はい、ぼんやり霞んでるね、高い建物、県庁がありましたね。はい、JA ファーマーズ、いつものスーパーマーケットにやってきましたよ。よっ、近いところを置ければいいな。まあ、いつ来てもいっぱいですね。あ、ここここ、ここが良かった。ありがてえ。いいよ。まあ、水を入れるポリタンク持ってますね。よし、はい、目的地 JA ファーマーズです。まあこんな感じね。
はい、代わり割りしませんけど。ご視聴ありがとうございました。